どうしたの？どうしたの？嫌なの？どうしたの？なんで嫌なの？ちな、何があったの？だってちなこれ破ったんだもん。何を破ったんだよ。どうしたの？ちなのでしょ。自分のだから自分で破った味でしょ。何を破ったの？何を破ったの？ちなの誕生日会でもらったカードこうやって書けるよ。何それをレミが、あ、ちなが破ってレミが奪ったのか、うん、レミに奪う権利はない。別に自分のだからいいじゃん。じゃあそれ破っちゃダメだって注意すればいいだけの話なんじゃないですか。これ破っちゃダメだよちな。おいお前行ってから行ってどうすんだよ。ちなこれ破っちゃダメだ。じゃあこっち来てやって。うん、ちなもうさこっち来てやって、で ちなに渡してそれしゃべ、今のこと言って、はい、おいで、早く、それちなのでしょ、ほら、今もう完全にこっちに興味示してるけど、早く、ダメでしょ、おいで、え、レミの、違うよ、ちなのだよ、ほら、お前嘘ついてるな。ダメだろ、ダメだろ、でもさ、あ、ちな、ほら、奪ったよ、ほら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 、ちなじゃないか、これは。ちな、奪ったよ、パパ奪ったよ、レミから。レミから、え、レミから、レミから奪った、どうだ。嘘つき、ルミから奪ったよ。嘘つき、ルミ。ちな、ルミ来たら嘘つきって言ってやって。分かった？うん？嘘つきって。ちなのじゃんって。ルミ来たら、レミ隠れてる、ほら。こっちに来れない状態でいますよ。嘘ついてねえ、バレちゃったからねえ。プタプタ、君何やってんだ、どうしたの。あれチナノだったよ。ん、チナノだったよ。何してんのお前は。よくわからない。ちょっとちょっと、おいおい、何お前、泣く意味がわからない。本当に泣いてる、このレミ、本当に泣いてるよ。だ、なんで泣いてんの。バーモノガーなんで死なんとった、そしても自分のだって言った、なんでですか。